2つ目こちらになります。じゃんじゃん、女性も活躍できそうだと思った、はい、ということで、大学ではどんなことを勉強してたんですか？大学は商科大学なので、はい、会計学のゼミにいまして、はい、で簿記とか会計とか結構好きだったんですよね。そのパズル見たくて楽しいとか。数字嫌いじゃないんです。なんかお金の話が好きなんですだからってお金持ちじゃないですけど、いやいやいや、お金の話が好きで、なのでその会計学も本当にそのゼミ自体も男性しかいないゼミに私一人ぼっちだったので、ちょっと多分珍しかったと思うんですけど、でその時にちょっと将来的にいろんな資格を持ってた方がいいかなと思って、大学通いながらダブルスクールで簿記の一級の資格を取ったりとか。一級持ってるんですか、えらいね。でも今の仕事全く関係ない。でも学生時代ダブルスクール学校行って、その中でも一つ行ってってことですね。そうなんです。だからその時はそれが嫌いじゃなかったんですよね。でその後ファイナンシャルプランナーの資格を取ったりもしたので今どこに行かそうかな名刺に入れても役に立たないしなと思ってるんですけど。でもその辺の数字に強いところがきっとね、なんか女の子だけど営業バリバリできるっていうのがなんかステレオタイプかな、なんかすごく偉いなと思って、女の子なのにすごいなと思うところでもあるんですけど、ね、ありがとうございます、はい、で実際そういうこう一生懸命勉強して男の子に負けないぐらい勉強して、はい、そしてこうちょっと社会人になった時に金融の世界も少しいらしたそうでね。そうなんです。ちょっと本当に短い間なんですけれども、やっぱりこう会計学もやってましたし、はい、ゼミも行ったりそのダブルスクールも行ったりしたので、はい、ちょっと税理士とかなりたいなとか、うん、金融関係の仕事したいなと思っていて、硬いところで、そうなんです、行ってみようかな、嫌いじゃないわ私、はい、数字と思ってでも行った時に、はい、今はもうだいぶ違ってきてるんだと思うんですけど、やっぱり男性社会で大学まで同じ男女一緒に勉強をしていて、はい、特にどっちが上どっちが下っていうのはなかったと思うんですけど、社会に出てやっぱりこう男女の差っていうのをすごく感じることが金融業界特にその頃はですね、はい、今は変わってるかもしれないんですけど、多々あって、なんかこうちょっと自分の中でモヤモヤしたり、なんかずっとこれでやっていけるのかなって迷い出したりしてたんですよね、まだまだ男性社会のその職場でですね、はい、私ずっとここにいるのなんか違う気がするっていう風に思って、そうです思って、そして今のこの世界に入るんですもんね。そうですね。で、もともと私何やりたかったのかなとか、その時いろいろやっぱりこうちょうど考えた時に、はい、大学からそういう会計とかやってたんですけど、本当こう子どもの頃から本が好きだったとか、はい、うちの家がこううちの母親が本が好きなのもあって、一時こうテレビがない時とかもあって紀子様みたいですねそんないいものじゃないです全然テレビがないぐらい本が大好きだから、でもうその時はこう家に帰ったらずっと本を読んだり、はい、ただの本じゃなくて漫画とかも読んだりもしてたんですけど、だから本が読むの好きだったなとか、あと母親がやっぱりこう旅行とか食べ歩きが好きで、お酒とかも好きなので、普通子供とかあんまり連れて行っちゃよくないのかもしれないんですけど、はい、居酒屋さんとか飲み屋さんとか美味しいところにすごく連れて行ってくれたので、それを受け継いで私も、食べ歩きも好きだったり本も好きだったりしたので、なんかこうそういうのって仕事に できるはずがないと思ってたんですよね、はい、なんかそういう仕事なんてないと思っていて、で大学の時とかも私出身旭川で、その後小樽だったので、はい、小樽の街がすごく楽しくって、はい、ちょっとあちこち行ってちょっとか観光地なのでカフェに寄ったりとか、なんかそういうの楽しかったんですけど、なんかそれを仕事にできるなんて思っていなかったので、でも本当に好きなのはもう本が好きだったなとか、いろんなところこう街歩きとか好きだったなと思っていたのを思い出して、はい、でちょっと気になる仕事をその時見つけることができたんですよね、はいはい、どんな仕事だった？それがリクルートの今ホットペッパーの前身で、360っていう媒体があるんですけど、なんかこう多分360編集部スタッフ募集みたいな感じだったんですよ、だからこう編集部スタッフなので、なんかこう雑誌作るのかなみたいな感じで、応募させてもらって、はい、でも入ったら、もうバリッバリの営業だったんですよね。なので、営業もして写真撮影も立ち会って原稿も書いたりするので、はい、作るっていう似たことはするんですけど、結果その
そこに入ったことによって営業のスキルを高めることができたのかなと思います。もう飛び込みとか、はい、電話派遣掛けとか、あ、やったんだ。もう3日ずっと飛び込みとか。そういうのもやったんですね。初めは本当になんか騙されたというか、やめたいと思ったんですけど、なんか飛び込みって10件ぐらいやってると楽しくなってきて、うんうん、なんか結構こう新しい人に出会えるじゃないですか、はい、毎日毎日、はいはい、で、そんな嫌じゃないなと思ってきたり、うん、飲食店周りも好きだったし、いろんな人に会えるのも楽しいし、なんか数字取れなくても、うん、新しい人と出会ったりとか、そのお店を知ることができるのが楽しいので、うん、でそこそこ成績も悪くもなかったので、なるほど、やれなくないかなみたいな。すごいですね。でまたその編集っていうお仕事に対して、あの女性が活躍できそうってイメージもあったそうですね。そうですね、うん、あの本当漠然としていて、うん、あの全然編集って何やるかも分かってなかったんですけど、うん、あの本が好きだったり、あの雑誌とかも好きだったので、はい、それを作るのが編集なのかなと。でやっぱりこう、あの男の人だと大きなものを動かすとか、うん、大きなお金を動かすとか、うん、橋作るとかだと思うんですけど、うん、こういうことって女性の感性活かせたり、っていうのは女性向けの仕事なので、多分、はい、あのずっと女性が働けたり、うん、なんかこう、あの前にその男女で差がついて、うん、あのがっかりしたことがあったので、はい、そうじゃない女性のいいところも活かせるのかなと思ったんですよね、うんうん、あの福崎さんはそこら辺のところはね、はい、あの学生時代からやっぱり自分の働く、環境として、うん、女性でももうバリバリできるとか、はい、長く働くことができるとか、そういうところをイメージして大学の時も勉強されて資格も取ったのかなって思うんですが、そうですね、ちょっとこう、うん、きっかけになるようなところがちょっとお母さんの話じゃないかなと思うんですけど。そうですね、あの、ちょっと一時期あのうちも母子家庭だった時があって、はい、まあ、その後、うん、あのうちの母親も再婚 し,、はい、したんですけども、うんうん、でその母子家庭ってあの今考えたら経済状況とか結構大変だったんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり母親も仕事を結構生き生きと楽しそうにしてます、うん、していて、うん、でその時にあの海外に連れてってもらったりとか、旅行に連れてってもらったり、本当あとあの食べたり飲んだりも連れてってもらったりとか、はい、多分働くのが性に合ってる母親だったと思うんですけど、うん、なんかそういうのを見ていて、うん、あの特にこう働かなきゃっていう使命感とかではないんですけど、なんか働くのって当たり前な気持ちだったんですよね、うんうん、はい、だから一番自分が身近にいる母親が毎日働くことが普通にしていて、はい、で働いて遊んでっていうのを普通にしていたので、あの違和感なく私って多分あのちょっと一時は仕事から離れることがあったとしても、うん、一生なんかするんじゃないかなっていうのがずっと頭にあったんですよね、そうですよね、キラキラとずっとお仕事できてるって幸せな、なんかロールモデルの一つです、私も。お母さんがそうだったんですね、はい、そんな福崎さんのお母さんも会ってみたいなと思いましたけど、バリバリな、今でもなんかバリバリなんだって、はい、食べ飲み大好きなそんな福崎さんなんですけれども、それではこれからというところも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらです、はい、じゃん。